こんにちは。日本学術書道会の田村希覧です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、門を開けば落葉多しです。雨を聞き、観光付き門を開けば落葉多しと追句になっています。大東国史語録や海安国語に出ています。東大の思想無可承認の詩から取ったものです。雨音を聞いている間に寒い夜更けが過ぎてしまった。夜が明けたので門を開けてみると一面に葉が落ちていた。からりと全てを捨て去った境涯を表したものです。それでは今から門を開けば落葉多しを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。